クリームワールドにあるザ・ジャイアント・ドロップ・ムービー・パーク、ジャーマニーにあるザ・ハイ・ホール、サンタ・クルーズ・ビーチ・ボードウォークにあるダブル・ショットという名前のドロップ・タワードロップ・タワー、もしくはビッグ・ドロップは中央構造、またはタワーを組み入れたアトラクションの一種。高さ、乗客定員、リフトのタイプ、ブレーキのタイプはものにより異なる。大量生産される設計もいくつかあるが、 多くは特注である。乗客は最初に自由落下を経て、その後急激に重い減速を経験する。ほとんどのドロップタワーでは、乗客が乗るゴンドラは巨大な垂直構造のてっぺんに上がり、その後解放されて自由落下する。ゴンドラが地面に近づくにつれ、ブレーキが作動し減速する。これに加え、止まる前に跳ねるものやゴンドラが回転するといったものもある。 タワーの性質により大きく異なるものの、ほとんどのドロップタワーで子供の身長制限があり、例えば9メートルのタワーでは95センチメートル、35メートルのタワーでは130センチメートルである。落ちるに従って、ゴンドラを推進させ、乗客よりも速いスピードに加速することで、乗客は席から持ち上がる感覚を楽しむことができる。大量生産のものは以下の通り、 ありがとうございます。